人間臭い仲たがい、それぞれのソロっていうのはこうイギリスには脈々とあるよね。確かにあるね。なんでイギリスで2人すごいやつがいるんだろう。あれかな、ちょっとホモソサイティじゃないな、なんか要はさ男の子2人が仲良くなっちゃうみたいなことなのかなっていう始まりが、うん、そういう感じなのか。まあ街がちっちゃいよね。カサビアンがアルバム出してたけどトム・ミーガンがいないからダメ。それでやっぱその後にトム・ミーガン何やってんのかなと思って、トム・ミーガンもソロ出してるから俺が思うカサビアンこっちだなと思っちゃうんだよ。カサビアンをこうのれん分けしたよね。独特だよなトム・ミーガンっていうのは、うん、あの感じなんていうんだろうね、あのね雰囲気っていうかこう一貫性があるよねトム・ミーガンに。だからトム・ミーガンが主軸で、やっぱサージがちょっと、怪しい味付けするぐらいが、やっぱカサビアンのバランスってやっぱ1枚目良かったの、やっぱあのさ。だけど、サージだけになると、あ、それは、もう他でいいやってなっちゃうっていう。なんでもう一回戻さないんだろうね。あれはもう本当極めて人間的な許せる許せないなんだろう、もう。え、あれでも、あれ違う。あ、そうなの ?DV でやめちゃっただけじゃないんだ。いやだから許せないんだろサージが。すごく潔癖症なんだろ、女に暴力をあげるやつは許せないみたいな、うるせえんだと思うんだよサージって。え、でもさ、でもそれで悪い音楽やるよりマシじゃないって思う。いやサージなんてさ、ちょっとあいつそういうとこあるんだよ、すごいんだよ思想が。知らんやろ、細かそうとは思うわ。でもしかするとその女を巡る話があるんだろ、好きだったりしたんじゃないの、わかんないけど。あ、昔すごいね、ストーンズみたいだね。なんか分かんない、なんかそれありそうじゃんそういう話が。だからそういう遺恨ですよ、個人的な遺恨で、うん、いやカサビアンってやればいいものになるの分かってんのに、音楽家の熱もあるじゃんサージは。俺は音楽家なんだみたいな。でもそのトム・ミーガンの魅力をあんまり言語化できないんだと思うの、俺たちが思うカサビアンだなと思うのを。彼は思いっきり内部の人間だから分からないんだと思うんだよ、トム・ミーガンの良さみたいな。消費者じゃないから。でもさ、なんか業界内でさ、トム・ミーガンでバンド作った方がかっこよくなるって思わないのかね。いや、サージは自分イケてると思ってんじゃないの。いや、でも、いや、だからサージじゃなくて、確かにサージがいないと、トム・ミーガンがいないとカサビアンはできないけど、うん、うん。サージ的な曲を作れるやつを持ち込んで、トム・ミーガンと一緒にバンド新しく作ったらまたかっこよくなりそうじゃん絶対。トム・ミーガンがそういう新しいもの作るってことやな。そうそう、それは思う、確かにそうだよね。そう、でもそんなんさプロデューサーとか目つけないのかな普通に。トム・ミーガンって頑固もんなんじゃね。ああ、もうあれくれもんなんじゃね。俺らが思う人に泉谷しげるみたいなやつ。いやあれだってもうライブとかめっちゃ傲慢じゃ ん、 なんか。だからやっぱこういう俺たちみたいにここにサージみたいな繊細なやつを3割ぐらい入れたらおもろいと思っててもダメない、そんなにもう殴られちゃうから、そんなこと言ったら。いいんだ、俺は俺のやりてるのやんだよみたいな感じで。あのカサビアンのあの時代ってやっぱさ素晴らしいよね。俺最後のロックバンドかもか、あの俺の中で。はい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 。あれ以降ないかな。ミルクと、あ、まあそちらな、コーヒーは俺別にコーヒーブラックでもいいけど、もっとなんか別の例えがあるな。こうお互いのいい割合だったらめっちゃうまくなるもんって、なんかなんだろう、なんかある、このバランスだからこれすげえ美味しいんだみたいなやつ。お好み焼きのマヨネーズとソース。まあまあまあ。ソースだけでも嫌だし、なんかマヨネーズだけでも嫌だし。なるほどね。まあ、そういう感じだよね。確かにね。それいい例えで思ったの。どっちだけなら食えるかさ、ソースだけの方が食えるじゃん。うん、そう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 。ソースだけの方はトム・ミーガンでしょ。そうそう、ソースでトム・ミーガン。で、マヨネーズだけなのがサージだから。いや、ちょっとマヨネーズだけは食えねえっていう状況になってるね。マヨネーズだけはちょっと違う。そう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 。で、なんか、マヨネーズだけの方の謎の風味の方を、あえてうまいと言ってみせる音楽通みたいな。うん、そう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 。この感じ、わかる。そうだね、ソースだけの王道感はあるよね。うん、うん。あの、ソース焼きそばとかの、もういい、いい、早くソースだけでいけますけど、みたいな。そうそうそう。あれ、あるわ、トム・ミーガンには。うん、ある。おもろいな、これ。カサビアンお好み焼き説だ。アコギ一本でも最悪いける。そうだわ。だけどサージのいけないもんな、マヨネーズ。アコギ一本無理よ。無理だな。うん。あれは食えない。何かにちょっと入ると力が増す。何かにちょっと入るとすごいいいんだよ。サンドイッチにちょっと塗られてるだけで違うんだよな。そう。でもあいつが主役じゃ違うっていうね。そう、あいつが主役ではない。カサビアンお好み焼き説。
なんかそういうふうにきっとオアシスのことも語れるんだろうけど、でもなんかさ、うん、オアシスってそこまでの分離じゃない感じもすんのよ。うん、なんか別にお互いのソロ食えるのよ。うん、食う、分かる分かる、食えるよね。うん、でも思ったの、なんかじゃあノエルとリアムって基本でも味は一緒なのかな。でもね、どちらかといえばやっぱりね、リアムの方が俺好きなんだよね。リアムはあっちか。あ、でもトム・ミーガンとリアムって系統一緒だよね。うん、だからか分かんないけど俺はそっちの方が好きなんだよ。ノエルのソロの方が、あ、まあ、サージほどではないけど、うんうんうん、分かる分かる。やっぱリアムのソロの方が俺は好きなんだよ。どっちにも言えるのって結局ソース的な突破力があるんだよね。うん、そうそうそう。食ったれ食ったれ、なんかいけるいけるみたいな。その感じだね。なんか炭水化物一食。そう、炭水化物、あ、それで言った方がいいね。炭水化物か、ただ野菜、なんだろう、サラダかみたいな。なんかでも炭水化物とサラダは、まあそっか、定食、定食ってこと。うん。なんか、やっぱフロントマンのパワーは強いよ。声に宿る、声で、うん、突破する力でしょ、うんうん、確かにあのサージもノエルもなんかうちに秘めた音楽的教養があるじゃない。うん、わかる、そこはわかるよ。僕理論あるんすよみたいな、なんかこのイケてるサウンドあるんすよっていう、うん、その器用さみたいなものがあって、でそれはやっぱりアンサンブルとしては良くて、うん、だけど、うん、じゃあソロになった時に、うん、それだけで足んないんだよねっていう、そうだったらソース味の方が強いっていう、そうそれはそうなんだよね。うわー、わかるな、それおもろいな。それみんなどう思ってんの、それ感じてないのかな。ノエル、なんか手放しにノエルハイフライングバーズの意味って言ってんのかな、うん、どうしても過去の引きずらないのかな、リアム。え、これは俺も思うんだよ。オアシス論でいうと確かに、じゃ誰が作曲しとんねんとかなった時にやっぱりノエルのが多いでしょ、きっと。多かったと思うよ、あの、ね、オアシス。そう、クレジット的にもそうなのよ。だからやっぱさ、ソロもノエルの方が早かったじゃない、うん、だいぶ遅れてリアムがソロやって、でリアムのソロ聞いてもやっぱり、あ、でもリアムなんだなって思うわけよ、やっぱり、うん、誰が作曲してるか知らんけど多分リアムがやってんのかな。でもでそう考えると、なんかその作曲、楽曲そのものよりも人間が出てんだよね。うん、わかるわ。だから同じ構造があるじゃん、カサビアンとオアシスです。これってどっちもくしくもイギリスじゃない、うん、イギリスの今の文脈だとカサビアン・オアシスと来て、じゃあビートルズの中でも2大巨頭が2人いて、ジョンとかポールかなった時に、あ、でも俺ポールのソロとジョンのソロだったらジョンのソロの方が好きだわ。あのウィングスと一緒にやってる時のポールあるじゃん。 あソロのね。そう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 、あのビートルズ解散した後のポールのすごい好きなのよ、うん、あのウィングスの時のジェットとか。俺ビートルズだったら別にどっちかとかない。こう言っちゃなんだけどね、俺これに関してはね、俺もうポール圧勝なのよ。ジョンとポール派だったら俺ポールめっちゃ好きなのよ。あ、人柄とか抜きよ。俺も貢献、俺でも貢献度で言ったらポールの方が上だってことは俺はそう思ってる。ビートルズ時代の曲ではポールの曲の方が好きっていうのは自分でも分かってる。でもソロになったらジョンの方が好き、うん、で逆に言うとね、俺ジョンのソロってマザーとかあのアルバム、あんまりソロワークジョンって実はアルバム1枚分ぐらいしか俺なんかないんだよね。あ、でも俺もベストワーキングクラスヒーローってやつ、なんかジョン・レノンってなんかわかんないんだけど、小野陽子とああいうキャラ作ったじゃない、うん、なんかあそこでジョン・レノンの付加価値得たと思うんだよね。例えば純粋にビートルズの楽曲バーッとリスト化して、でそれぞれじゃあ誰が作った曲かってクレジットをバーって並べたときに、マジ数値化したらポールの関わってる曲マジでいい曲って説がバーって。俺そう思ってるよ。でだよね、だよね、そう。だけど世の中的にやっぱジョンかポールかってなったときに、ジョンって結構名を馳せてるじゃない。うん。でこれなんでかっていうと、やっぱりその要は曲じゃない、いろんな活動ね、他の。そう、メガネとか、うん、そんな死んでしまったこととかなんかレジェンド化したじゃん彼は。まあ、声もいい。シャウトは好きなの。Don't Let Me Down とか、ジョンにしかない、ポールには持ってない。でもね、俺、ポールのシャウトも異常だと思うよ、あれ。そうなんだ。あの、ヘルター・スケルターのポールがやばいでしょ。あ、ピンとこない。あんなハードロックよ、ハードロック。うん、でもなんか、2人ともシャウトはいい気がする。
っていうシャウト勝負においてもやっぱポールはやっぱキーやっぱ高いからキーが1個、ジョンは味だけどね、その分味はあるんだけど、だからもう総合得点ポール相当高いのにジョンがキャラ立ちしてるから、こんな下手にコンテンツ化したらうるせえかなファンが。まあいいんじゃない。でもこの1個前にちょっと挟みたかったのが、俺の中であとイギリスといえばリバティーンズなんだけど、ああリバティーンズ、カールとピート・ド・ハーティーか。俺あいつらのそのどっちも同じくらい好きなんだよ。60点ぐらいで両方好き。同じだね。60。決していやそうだよね。そうオアシスの2人とかジョンとポールの80点90点ぐらいの好きじゃなくて、なんか60点ぐらいの好きさが同じ。彼らってさ、なんか醤油ラーメンと塩ラーメン混ぜたら偶然美味しいスープできたみたいな感じじゃん。ああそうかもね。なんかそういう化学反応でしょ彼ら、うん、なんかそれぞれは微妙みたいな。演奏がラウドじゃん、雑じゃない結構で、うん、なんかそのガチャガチャした感じが俺当時かっこよかったの。もう情熱がそのギターのさスカスカな感じのこのソロ、だから魂がこもってるというかね、その別に技巧派ではないけどっていう、だけど、うん、どんな技巧派よりもなんかこう感じる空気感みたいな危うさとかさ、それがパッケージされたのが、うん、あのリバティーンズの1枚目だと思うのよ、うん、言った通り確かに60点と60点なのよ。でリバティーンズもイギリスでしょ、で2大巨頭がいるみたいなんで、リバティーンズも仲違いっていうか、まあ単純にピート・ド・ハーティーがドラッグ中毒になっちゃって勝手に潰れていったっていうだけなんだけど、でもお互いソロは出しててさ、うん、あ俺そういえばコーラルすごい好きやって、コーラルは俺も好きよ、音もいいし歌もなんか全体的に良かったわ。いやコーラルはいいよ。であれもねやっぱイギリスでしょ、おそらくビル・ライダー・ジョーンズとあのボーカルの二大巨頭で、あれもそういうちょっとのれん分けたよね。ああそうなの。やっぱイギリスってそういう感じあるね。あ抜けちゃったのよビル・ライダー・ジョーンズコーラルから。やっぱねそれ以降の作品はねやっぱちょっと弱いんだよね。うーん1枚目強かったな。ビル・ライダー・ジョーンズのソロ一回買ったもん俺、追いかけて。国内版出てなかったもんね。仲違いのれん分け系ってやっぱ多いね。だしそいつらが手組んだ時やっぱりすげえマジックが生まれてるよね。なんかそういうさ人間臭い仲違い、人間臭い崩壊、それぞれのソロっていうのはこうイギリスには脈々とあるよね。確かにあるね。おもろいよね。うん。でじゃあアメリカにもあるっていうんだったらぜひ当チャンネルまで教えてくださいっていう話で、そこはね募集だよね、うん。でもなんかアメリカって俺のイメージだと強烈なワンマンがいてなんか他が黙ってるっていうイメージが強いな。わかる、ね、なんでイギリスで2人すごいやつがいるんだろう。あれかな、ちょっとホモソサイティじゃないな、なんか要はさ仲のいい男の子2人が仲良くなっちゃうみたいなことなのかなっていう始まりが、うん、そういう感じなのか。まあ街がちっちゃいよね。ああそういうのはアメリカってそういう男の子が2人出会うってなんかするっていうのがないのかなっていう。ああそういうのもありそうだね。アメリカにおける二人体制みたいなってなんかあんのかな。あでもあれそうじゃん、二人。あー忘れた。アルバムのエル・カミーノだけ覚えてる。アトド・ドライブイン、マーズ・ボルター違う。で、まあエル・パソとかなんかすごいもうメキシコに近いアメリカだろ。あそっかそっか。あそっか、それもあるんだ。移民というかこのいろんな民族の成り立ちとか、やっぱさっき言ったイギリスの閉鎖的な感じ、そこも関係してくるのか。あ、ザ・ブラック・キーズだ。あんま聞いて通ってねえな。いやだからなんか今話したもしやっぱイギリスに顕著なんだよねこの2トップみたいなことがね。で喧嘩してそれぞれソロを出すっていうここまでのセットのこれが脈々と続いてることがちょっとおもろいなっていう。